東山さんがエージェント契約を担う新しい会社の社長を辞退したっていうニュースありましたね。まあでもその方がいいんじゃないかなって思いますね。補償を、被害者、性被害に遭われた方の補償をするスマイルアップっていう会社と、それまで事務所に所属しておられたタレントさんがスマイルアップを出て新しい会社に移ってタレント活動をしていくっていう、まあ、新会社の名前はまだね、出てないですけど、その二つの会社の社長を東山さんがやるってなってて、まあ、僕は社長経験ない人が、あれだけのね、たくさん所属しているタレントさんを仕切るのも大変だし、それこそどのような保証をしていくのかっていうこともまだ見えてない会社の社長、両方ともやるっていうのは、そもそも無理なんじゃないかなと思っていたし、で僕は何よりも東山さんはタレント活動してほしいってずっと言い続けてる人間で、ジュリー氏が東山さんに社長をお願いしたっていうのを聞いた時にも、本来であればジュリーさんってタレント事務所の社長でタレントを守るべき立場の人が、東山さんのタレント生命を断ち切ってでも、その社長に就任させるっていうところが僕はまず解せなかったので、そもそも東山さんが社長になるっていうことを僕は疑問を感じてた人間です。今もタレント活動を続けてほしいなと思います。必殺仕事人とかって藤田誠さんが東山さんにあとは頼んだよって言って渡されてるあのね、シリーズももう東山さんじゃないと必殺仕事人の感じもしないですしね。東山さんが自分のタレント生命を断ち切って今後の人生社長をやっていきますっていうコメント出された時に僕はすごく残念だなって感じましたね。スマイルアップの社長になってこれから被害に遭われた方の補償などをね、行うということですけど、どのぐらいの期間かかるかわかんないけど、この会社っていずれは補償が終わったら会社を畳んで廃業するって宣言している会社なので、東山さんってじゃあその後どうなるんだろうって考えた時に、僕はなんか今からでもきちんとその補償が終わったらタレント活動を再開するっていうことを言っといた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どう思います？命をかけて一生かけて被害者の方と向き合うっておっしゃってたんで、それを東山さんがやらなきゃいけないっていう理由が僕には見当たらないですよね。